テディ・ヒゲーラは、メキシコ合衆国シナロア州、ロスモチス出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。メキシカンリーグで投げていた1983年に、ミルウォーキーブルワーズのスカウトが発掘し、1984年は、ブルワーズのマイナー組織でプレーする。1985年のスプリングトレーニングで、先発枠の最後の1枠を、エナツユタカと争い、勝ち取る。 同年は15勝9敗、防御率3.90と活躍する。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、オジー・ギー・エンに次ぐ2位であった。翌1986年は、ベストシーズンであった。20勝11敗、防御率2.79、207奪三振を記録。アメリカンリーグ初のメキシコ生まれの20勝投手となった。同年は、キャリア唯一のオールスターゲームに選出され、 出場。同じメキシコ人のフェルナンド・バレンズエラと MLB オールスターゲーム史上初のメキシコ人投手同士の投げ合いを果たす。打者としてバレンズエラと対戦して三振を喫し、バレンズエラは1935年のカール・ハベル以来の5者連続脱三振を記録した。サイヤング賞の投票は24勝を挙げたロジャー・クレメンスに次ぐに、オフには日米野球で来日し、 江夏豊とも再会を果たした。1987年も18勝、1988年も16勝を記録。デビューからの4シーズンで69勝38敗、766、脱三振、防御率3.25を記録した。1989年は故障もあり、22先発で9勝6敗の成績に終わる。1990年は11勝10敗。 ブルワーズとは、翌年から4年総額1310万ドルの契約を結ぶが、1991年に故障。1992年は1年間当番できなかった。結局高額契約の4シーズンでは、合計5勝に終わり、契約最終年度の1994年限りで、ブルワーズを解雇された。1995年は、 サンディエゴパドレスで再起にかけるが契約には至らず、そのまま現役引退した。引退後、2006年2009年2013年のワールドベースボールクラシックでは母国メキシコ代表のコーチを務めた。2011年にはメキシコの野球殿堂に検証された。ありがとうございます。